ポンとポンさん今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん今日はあの DM の方で検診会について聞きたいと来ていたみたいですが、はい、検診会大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ検診会でよろしくお願いします。はい、今回も5代目山口組当時の初代検診会の時の話を今日はちょっとしたいと思います。初代検診会、はい、はい、よろしくお願いします。はい、検診会の人でね、はい、S さんという方がいてたんですよ。 S さん、はい、S さんはね中学時代から、はい、有名な人で、はい、不良でね、はい、でスター性があったんですよ、ものすごく。なるほど。人も寄ってくるし、はい、喧嘩も強いし、はい、男前やし、はい、みたいな感じでね。もうそれは不良としてのスター性です。そうです、そうです、はい、もう人も寄ってくるし。なるほど。だったんですよ、はい、その人が少年院行ってて、で帰ってきて、はい、まあ半年ぐらいブラブラしてて、で検診会の若い人になったんですよ、はい、まあ枝のね、はい、若い人になったんですよ、はい、その時にはもう射程みたいな人間が7、8に連れてたんですよ。なるほど。その人間らも連れて一緒にその組織に入ったんですよ。はい。まあトントン拍子で出世していったんですよ。はい。まあそこそこ人数もいてた組らしいんですけど、はい、出世していって、はい、でも特に1個下の Y っていう人間がいてたんです。はい。この Y をS さんはものすごく可愛がってたらしいんですよ。なるほど。まあ結構できる人間で何でも、あ、器用な人間だったらしいんですよ、はい、車の運転もうまいとかいろいろ、まあ使い道があったんですよ、はい、でこの人間はものすごく可愛がってたんですけど、はい、10年ぐらい経ってきたら、はい、この Y が S さんに嫉妬するようになってきたんですよ。嫉妬ですか？はい、はい、兄貴ばかりみたいなね。あ、そっちの嫉妬ですか？はい、親方もその S さんばっかりを可愛がるわけなんです。はいはい。だから Y は兄貴ばっかりいい名してとか、はい、その肩切りも人気があったから、はい、先輩や後輩からお金が集まるんですよ。なるほど。 S さんのとこには、はい、兄貴ばっかりいい思いしてってこう嫉妬しだすんですよ。なるほど。である日 S さんが銃刀法違反でパクられたわけなんですよ。はい。昔の銃刀法っていうのも1年半とか2年で帰ってこれるんですよ。あ、そんな。はい、昔は安かったんで懲役。そんな帰ってこれたんですか？はい、もうものすごく安かったんですよ、はい、今は高いですけど、はい、ちょっと安かったから、はい、でもその1年半とかの間に、はい、Y がものすごく絵を描くんですよ。なるほど。 S さんのブレーンのとこに行って、はい、社長のところの会社の、はい、悪事を、はい、兄貴は探してますよと、はい、そこにつけ込んで金をあげる気ですよとか、はい、ある人には何々さんのところの奥さんを兄貴は狙ってますよとか、はい、まあ、そういうことはちこちで絵描いていくんですよ。でも兄貴には言わんといてくださいねって、自分は社長のことが好きやから言うてるんですとか、もう誰々さんのことを好きやから先に言っときますけど、でも兄貴には言わんといてくださいねとか、こううまいこと絵描いていくんですよ。なるほど。で S さんがちょいから帰ってきた、はい、ちょっとおかしいなと周りの雰囲気が、はい、S さんも賢いから、はい、気づくんですよ、はい、これ誰かが何かしてるなと、はい。でも半年ぐらいしたらみんな戻ってくるんですよ。はい。スター性があるから。なるほど。 S さんには、はい、だから戻ってきて、はい、だから実はあの時なっていう話がちょらほら出てくるんですよ。なるほど。でも S さんはもう、あ、そんな S あってんなと、はい、でも自分のこと兄貴って呼んでるやつやから、まあもうそっとしといたろってこう詰めへんなわけなんですよ。はいはい。怒らなかったんですよ。はい。で1年ぐらい経った時に、はい、S さんには別れた奥さんがいてたんですよ。はい。その奥さんと、はい、その Y が、はい、できてたんですよ。それはダメですね。それはまあ破らせてね、はい、ダメなんですよ、はい、何も別れたって言っても、はい、その兄貴分の元姉とできるってこうもうゴミ以下なんですよ。もうこう破だから言うたらね。ですよね。はい、ダメなことなんですよ。でまあ違うところに住ましてね、はい、でまあ Y もそこそこお金儲けしてたらしいんですよ、はい、それで子供がいてたんですよ、はい、3人ぐらいいてたらしいんですよ、はい。その下の子が10歳か11歳ぐらいで腹の骨が殴られて折れてるんですよ、はい、Y に、はい、それを聞いて S さんが激怒して呼び出したわけなんですよ。それまで奥さんのことは呼び出さなかったんですか？いや、それ同時なんですよ。ああ、なるほど。奥さんとそういう関係になってんのと子供が腹折られたっていうのと同時に聞こえてきたんですよ。なるほど。それで呼び出して、はい、もう殴る蹴るのもう拷問を与えたわけなんです。はい。あ、兄貴許してください、すいません、すいません。 でそこは別れたらしいんです。はい。でまあ同じ組やし、はい、話を大手になってもあかんから、はい、もう
エッサは知らん顔してたらしいです、その後ね。はい。まあ、ずっとそこからお互い喋らんようになったらしいです。はい。口も聞かないで。はい。そういうのが何年か、まあ1年2年続いた時に、はい。頭を決めると。はい。もう、親分がそこそこの年になったんで、はい、まあ次の頭って言ったらもう後目は問題になってくるんです。はい。その時に、はい。親方は、はい、Y を指名したんですよ。え？頭になれと。はい。それで、S さんは射程やと。はい。まあもう窓際どこみたいな形になったんですよ。はい。だからまあ、最初辛抱したらしいです。はい。S さんも親方には世話になったからね。はい。親方が肩気になるまでは、引退するまでは頑張ろうと。はい。でも、Y が貸し合いになった瞬間に、はい。今まで射程は当番がなかったらしいです。はい。でも言いやり、射程もこれから当番入ってもらいますよとか。はい、もう結構屋根からバン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 言うてくるようになったらしいんですよ。はい、はい、会費射程はいくらで上がりますからとか。はい、まあ前言うみたいじめみたいな。なるほど、ね、まあ、いじめじゃないけどちょっと上から来たらしいんですよ。はい、もうやってられへんっつって、はい、S さん指バン外して肌になりますわって親方と言いに行ったんです。はい、それで出た瞬間に、はい、自分が連れてきた他の人間とか、はい、後から自分が若い人にした人間とか、はい、みんな指詰めてみんな持って行ってやめますわって言って、もうやめますって言ってみんな言って、結局 Y は頭にはなれたけども、はい、全然組の運営としたら全然できなかったんですよ。わ、すごいですね。はい、だからもうその組はもうそのまま崩れてなくなったっていう話です。でも親方もどこ見てたんですか。親方にお金運んでたんですよ、 Y は。なるほど。とりあえず S さんより上になりたかったんです。でまあ、その人間も肩気になったらしいです、はい、Y もね、はい、でも俺は最後 S に勝ったって言い続けてたらしいです、はい、でも人は S さんに集まるんですよ。なるほど。だから言わせてたらいいよってあんなんバカで、まあ、S さんは笑ってるらしいんですけど、はい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 、だから、まあ、そんなやつもいてるねんなと。でも S さんすごいですよね。 S さんすごいですね。あの普通ね、耐えれないことがたくさん今あったじゃないですか、はい、それだからやっぱりスター性なんですよね。そういう、そうですよね。だから普段からそういうことをされてる方やからみんな寄っていくんでしょうね。はい、自分 S さん直接喋ったことあるんですよ、はい、何回かご飯も食べてるんですよ、はい、まあ S さんからこの話は聞いてないですよ、はい、違う S さんの関係者から聞いたんですけど、はい、でもやっぱりスマートでした、その何もかもが。あの語り気もないし、はい、偉そうにもしないし、はい、もう普通に、あ、どうもーっつって、こんにちはーみたいな感じで、あの、まあ、役立つかないんで、こういう言葉は良くないかもわからんけど、はい、爽やかでした。なるほど。爽やかボーイに見えました、自分には。かっこよすぎますね。そうですね、かっこいいですね。まあ、あの、どんな職業であれ、男性っていうのは、やっぱりそういう風であってほしいなって思います。そうですね。はい、爽やかで、爽やかでしたね。皆さんも爽やかでお願いします。はい、コンさん、今日もありがとうございました。はい。